死刑を行う前に有罪を宣告された囚人に鍵タバコを提供している19世紀の木版から、ジョバンニ・バッティスタブ・ガッティは1796年から1865年までの間、教皇領からローマ共和国へと変わり再び教皇領へと戻った激動の時代に死刑執行人を務めた人物、任期中に516人の処刑を実行した。 最初は斧による暫止刑を行っていたが、強行領がフランスに占領されると、フランスから持ち込まれたギロチンでの死刑を行うようになった。そして、ナポレオン体制が倒れたことにより、1814年1月24日に強行領がウィーン会議で復活した後にも、フランス人によって持ち込まれたギロチンに対する権悪にも、かかわらず、それが、 人道的な処刑方法であると考えられ、ギロチンによる死刑は1816年には復活していた。ギロチンによる死刑執行を行う姿ブガッティは復活した強行量で最初の死刑執行を行った。1816年10月2日にトンマーゾ・ボルゾーニという強盗殺人犯に対する執行がそれである。ブガッティは 強皇領で最も長く死刑執行人を務め、ローマの腐敗、または正義の支配者とあだなされた。85歳の時に毎月30スクードの年金を受けてピウス九世の手によって引退した。公認にはアントニオ・バルドッチが就任した。ありがとうございます。